今回は探索コースをプレイしていきますよ。英語コースなので敵に字幕入れていきますね。今回私がプレイするのはセグウェイくんです。天気は快晴、まさにセグウェイ日和の今日、どんな冒険が待っているのか。そんな中彼が出会ったのは光の玉です。喋る光の玉、まさに、これこそ言霊だというのか。そう言わんばかりのトーク力です。また、声帯が見当たらないのでどうやって声を出しているのかも不明だ。どうやら名前はライターというらしい。俺はセグウェイ来たよね。よろしくな。悪い組織のリーダーと申しておるが、その非力な体でどうして倒そうと思ったのか。それは、置いといて主人公どうやら合意したらしいな。さあ劇場の始まりだ。さあ、待ち構えるは巨大カオマリオワールドのモアイ並みのデカさだ。そんな巨体のくせに使う武器はナイフ一つ。あまりに貧弱、貧弱すぎる。そして今主人公が乗る船こそダイヤモンドプリンセス号。この船に乗るとろくなことがないのが特徴です。果たしてどんな不幸がセグウェイに引っかかるのか。おっと失礼。セグウェイは名前ではない。走行してるうちにライターとの再会。今までどこ行ってたんだ。そして、ラムネの言葉を嘲笑うかのように再び闇へと消えるライター君。一体助けになるのか。ああ、かっこ悪。あ、かっこ悪。そして、洞窟、英語でケーブに突入。安全など保証されない空洞で何があるのか。こんなところで陸に上がれず苦戦するセグウェイ君。ダサい、そのダサさは、ヘジマニア、何人サポーター前列に匹敵だが心までは浸れたナイフとセグウェイ君。なんとか突破し、坂道ダッシュ。私が高校の頃よくやった坂道ダッシュ。思い出も話す暇なく突入ボスバトル。セグウェイをどう武器に使うか注目だ。こいつの攻撃は優しい。ゆっくりマークで示してくれる。ちなみに名前はエクスクラメーションマークだ。しかしその忠告はいらないぜと言い切りセグウェイ。針が刺さってあの世行き。ライター君も大泣きだ。しかし、復活大した、ラスト。何度でも蘇るのだ。そして、対戦今度は負けないと言わんばかり激しく跳ね返るセグウェイ。地味な顔をしているがその正体はウェイウェイ系の妖怪なのか。はたまた、無理してウェイウェイってまるで別の動物のような底辺エンテラなのか。神をも知らぬ。ただセグウェイのみぞ知る世界それに従いセグウェイは動く動く。そして、エクスクラメーションマークの発信演技により、相手の攻撃をかわすセグウェイマン。お前の判断が全て正しい。これこそ洗脳というものなのか。矢印くんが登場。どうやら逃げ切ったようだな。うまく巻いたようだ。そして、脱走とセグウェイを飛ばしていくどこへ繋がっているのか。なんとマグマだ。こんなところにあるなんて。ただ明日には強いセグウェイ君。何のそのと駆け抜けていく。その姿は超人。絶対セグウェイ熱くなってるでしょう。二度あることは二度ある。さっきのヘビが登場だ。ただ、ヘビの動きは単調だ。それを覚えた俺に勝ち目あり。忍者のように素早く消える主人公。それを追ってくるヘビ。その距離は見むほどか。そして、ヘビは唐揚げへと姿を変えた。熱々で黒塗りで焦げ焦げになってそうだ。熱々状を抜けた先。待つ者はカチコチか、催眠か、それはもう関係ない。どんな絶叫でも、必ず乗り越えられる。そう、このようにまだ死んでないじゃない。言っているんだ、心臓は鼓動を刻んでいる。明日には明日の風が吹く。知ってるからこそ感じるセグウェイからの風。これは峰なのか、剣なのか、ミストだ。絶対横から何か来るな。マリオブラザーズでそれを学んだからな。そう、俺こそ、マリオで義務教育を終えた男。そして、またしてもモア登場。またあったな。ただし戦い目登場以降は、必然的にキャラが弱くなる。これをドラゴンボールの法則という。例えば、ナットだ。アイスシャオズ殺したくせに GT では瞬殺されるというね。やはり大したことなかったな。リストさらに上へと上がっていく。俺の登録者の波もこんな感じに上がればいいなと思うこの頃。そろそろリストも終わりだ。でも絶対何かあるぞ。なんでわかるかって？それは、マリオでも最低高だからだよ。さあリストを降りてスタートしましたセグウェイ君。今度はカチコチステージだ。マグマからリストで上がると氷なのか。鬼滅はどこへ行った？寒すぎる。寒さは、物の劣化も引き起こす。あのカモにデータ合体。驚き桃の木最初の木。降りかかる重さに勝つべく逃げ切った主人公。なぜ逃げ切れたのか。こいつは体が柔らかい。その柔らかさは、新築自在の職をもしのぐ柔らかさ。ここで登場ライター君。あなたのお家はここですか。助けるためにスピードアップしますよ。椅子がないとライター君に何かあるかもしれません。私の住む地域では椅子がたまに降ります。椅子どのくらい降りますか。コメントでぜひ教えてね。さあ、もう迷わない。坂道ダッシュしていく主人公。何が待ち受けるのか。この微妙な間があるってことはまさか。ライター君を出ますか。ぜひ会いたい。ここでラスボス登場。今までのモアイよりでかい。そのでかさを形容するなら、ブルドーザー並みか。攻撃は至って単純だ。非常に弱い。主人の体当たり攻撃だ。いかんな。今度は破壊光線だ。グーラも使っていたな。懐かしい。今度は何が来る？初見殺しが来るのか。初見殺しはやめてくれ。ここまでせっかく来たのに泡の水。しかし、矢印くんのおかげで楽勝ムード。正気は我におり。さあ次は何だ？もう死ぬ気がしない。腕をぶん回すというなんという原始的な攻撃。俺でなきゃ見逃しちゃうね。さあ、フィニッシュだ。この長い戦いに終止符を打とう。とうとう撃破。よくある仕掛けやばいがボスがどこいパターン。ライター君は果たしているのか。感動の再会です。ありがとうライター君くんがいたから動画のネタになれたんだ。今日はここまでにします。
ご視聴ありがとうございました。今後も、様々な動画を配信していくのでぜひチャンネル登録お願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。